どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、まだねやってないなと思っていたんですけども、マリオットボンボイホテルのプラチナステータスマッチをですね行った後に15泊ねしなきゃいけないということですので、こちらのですねおすすめホテルをですねまとめて紹介ねしていきたいというふうに思います。せっかくねマリオットボンボイホテルのステータスマッチね行ってプラチナステータスになったらですね、ぜひね15泊しなきゃいけないわけなんですけども、ぜひね頑張ってやっていただきたいなと思っておりまして、2022年の2月末までですねステータス維持することができますんで、もしねよろしければ参考にしてみていただけたらなというふうに思います。2020年10月現在ですね、マリオットボンボイホテルの一部のホテルではですねバウチャーっていうね割引券がね販売されておりまして、またね GoTo トラベルがね併用できるということで、かなりねお得に利用することができますので、またね GoTo トラベルをね利用することで割引だけでなくてですね地域クーポンとかもねもらえるっていう風になっておりますんで、ぜひね参考にしていただけたらなっていう風に思います。ではねまずね紹介させていただきたいホテルは大阪新有名などモクシーですね。こちらは GoTo トラベルキャンペーンと 20% オフのねバウチャーが併用できるという風になっておりまして、こちらのバウチャーに関してはですね5000円のバウチャーが 20% オフで購入できるという風になっておりますんで、1枚4000円でですね購入できて、それがですね5000円で利用することができますんで、このね15泊にもですねかなりねお得に利用できるっていった形になっております。利用日に関してはですね10月の14日から29日のね15泊で検索させていただいております。こちらね検索結果だと14万5200円っていう風になっておりまして、ここからですね GoTo トラベルの割引が5万と820円入りますんで、9万4380円の支払いと地域クーポンね2万2000円のクーポンがもらえるっていった形になります。でですねこちらバウチャーでね支払うっていった形になりますんで、こちらね5000円のバウチャーだと18枚で9万円分っていう風になりますんで、プラスね4380円をね支払って完了っていう風になるわけなんですけども、このねバウチャー18枚がですね7万2000円で購入できるっていう風になりますんで、支払い額に関しては15泊で7万6380円でね利用することができるっていった形になります。またね地域クーポンが2万2000円分ねつくという風になりますんで、かなりねお得なのではないのかなっていう風に思います。またこちらのねバウチャーに関してなんですけども、こちらねホテルの方に問い合わさせていただいたんですけども、公式サイトから E メールでね購入する旨を送るとですね振込先をね教えていただいて振り込んでいただくっていった形になります。またねバウチャーは郵送されるという風になりますんで、この点はですね少しね時間がかかりますんで覚えておくようにしてください。バウチャーの購入のね公式サイトについてはですね概要欄に載せておきますんで、そちらね参考にしていただけたらなっていう風に思います。それでは次にですねモクシー大阪本町というね、まあ、同じエリアなので詳細はね省きたいなというふうに思うんですけども、こちらに関してもですね GoTo トラベルとまたね 15% オフのねバウチャーも購入できるというふうになっておりますんで、こちらに関してはですねもともとの価格は14万4837円というふうになるわけなんですけども、こちらね割引全部入れると8万と645円でね利用できるというふうになっておりますんで、先ほどのですね目視で新有名だとまあだいたい3000円ちょっとぐらいしかね変わらないっていう風になりますんで、こちらもですねぜひね選択肢の一つに入れていただきたいなっていう風に思います。こちらのねバウチャーに関してはですねフロントで支払って受け取れるっていう風になりますんで、新梅田よりかもですね郵送でね対応するわけじゃないので、まあ先ほどのね新梅田も価格的には少し安いんですけども、郵送でね受け取らなくていいっていう点はですねこちらの方がですね楽なのかなっていうふうに思います。次にですね4ポイントバイシェラトン中部国際空港ですね。こちらのホテル自体はですねバウチャーが 10% オフということでちょっとね渋いんですけども、1枚のバウチャーがですね9000円でね購入することができます。こちらも同じ日でですね10月14日から29日の料金で検索すると15万4275
75円ということで、ここから GoTo トラベルの、ね、割引が 53,996 円がね入りますんで10万と279円っていう風になります。これをねバウチャーで購入するっていう形になりますんで、1枚のバウチャーがね9000で購入できるっていう形になりますんで、10枚ね購入していただいて9万円で、こちらが10枚分でね利用できるっていった形になりますんで、合計のね支払い金額としては9万と279円ね支払うっていった形になります。またね地域クーポンが2万3000分ねもらえるっていう風になります。こちらのホテルの価格に関してはですね、少しね大阪よりね値段が高いわけなんですけども、9万円台ということですね、こちらも選択肢の一つにね入るかなっていう風に思います。次にですね、マリオットボンボホテルの修行の聖地と呼ばれている4ポイントバイシェラトン函館なんですけども、こちらはですねバウチャーの販売がねないわけでお得じゃないようにですね考えられるんですけども、さすがですね聖地と呼ばれてることもありまして、宿泊代がですねかなり安いんですよね。先ほどと同じ条件の10月14日からね15泊でね検索すると10万と9266円ということで、ここからですね GoTo トラベルで、ね、割引が3万8243円入るっていう形になりますんで、合計の支払い額はですね7万1000と23円ということで、またね地域クーポンはね1万6000分もらえるという風になりますんで、バウチャーのですね販売はないんですけども、今日紹介した中のねホテルの中で一番安いっていう風になるわけなんですよね。ということで今回ね紹介させていただいたホテルをねまとめるとこんな感じになりますね。あくまでですね私がね検索させていただいた時間帯と価格っていう風になりますんで、ある程度ですね価格前後してしまう部分はねあるかと思うんですけども、ぜひねマリオットボンボイのステータスマッチでプラチナになった方はですね、どうにか15泊ね頑張っていただいてプラチナね2022年の2月まで、維持することができますんで、ぜひね挑戦してみていただけたらなというふうに思います。まあ15泊するわけですけども、7万円台からね利用できるということで、まあ、かなりねお得に利用できるっていうのはね間違いないと思いますし、こんなチャンスもですねなかなかないというふうに思いますので、ぜひね参考にしていただけたらなというふうに思います。またねマリオットボンボホテルを予約する際はですね、ポイントサイトハピタスにこのマリオットボンボホテルの宿泊予約のね案件自体が 4.5% 還元で出ておりますので、こちらもですねぜひ取りこぼさないようにしていただけたらなというふうに思います。なんですけども一応ですねポイントサイトを通した予約の価格とですね、ポイントサイトを経由しない場合のね価格もぜひね比較していただきたいなっていうふうに思います。こちらね結構タイミングによって変わったりするんですけども、価格自体がですね差が出ることもちょこちょこありますんで、まあ、4.5% ね還元受けれるわけなんですけども、あんまりね価格が開いてしまったらそこまでね意味をなさなくなってしまいますんで、こちらのね比較検討もですねぜひねやっていただいて利用してみていただけたらなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回はマリオットボンボイホテルのステータスマッチした後の15泊ですね、どこがおすすめかっていう話をさせていただいたわけなんですけども、4ポイントバイシェラトン函館はですね相変わらずとてもねリーズナブルで利用しやすいかなっていうふうに思うわけなんですけども、ここにですねそこまで価格が変わらないでですね目視大阪がね入ってきてるっていうのはですねかなりねいいのではないのかなっていうふうに思います。ここら辺のモクシーとかがですね4ポイントバイシェラトン函館の価格にですねかなり近づいてくるっていうのもなかなかねないというふうに個人的には思いますんで、ぜひね参考にしてみていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。